のと、野戸列車。のととは、東日本旅客鉄道、JR 東日本及び、西日本旅客鉄道、JR 西日本が、上野駅かなざー駅間で運行する、夜行急行列車である。2010年、平成22年3月13日のダイヤ改正以降は、臨時列車となった。しかし、2012年、平成24年3月以降は、列車が設定されていないため、 事実上の廃止状態に陥っている。本校では、東京と北陸地方を結んでいた、優等列車の遠隔についても一部記述する。のとは、当初東京駅金沢駅間を、東海道本線、北陸本線、米原駅経由で結ぶ寝台車連結の定期、夜行急行列車の相性であったが、この列車は、東海道新幹線の開業とその後の、 運行体系見直しによ解消された。九百七十五年三月十日、ダイヤ改正において、上野駅金沢駅間を、高崎線、上越線、新越本線、北陸本線経由で運行していた、季節や高級校、北陸一号が定期寝台特急、北陸に格上げされたのに伴い、定期や高級校、北陸二号の愛称が、のととされ、上野駅始発、 終着の北陸方面定期夜行急行の一列車として運行されるようになった。当時、上野駅を発着する北陸方面、夜行優等列車として、北陸、野戸のほか、越前、福井駅発着が運行されていた。1982年11月15日大夜改正において、上越新幹線の開通に伴い運行経路を、上越線経由から、新越本線、 長野駅経由に変更したが、1997年10月1日ダイヤ改正では、北陸新幹線高崎駅長野駅間の先行開業により、新越本線横川駅軽井沢駅間が廃止されたのに伴い再び上越線経由に変更された。越前廃止後の一時期には、福井まで定期運行されたことがあった。1993年3月18日の、 ダイヤ改正以降、定期列車として廃止されるまでは、西日本旅客鉄道、JR 西日本金沢総合車両所所属の489、軽電車が使用されており、2003年9月に、特急、来庁から485系ボンネット型車両の運用が終了した後は、151軽電車から、続く、小玉型車両を使用する最後の定期列車であった。 定期列車時代の初期は、周遊券、北陸アイド周遊券などで、自由席が乗車可能であったことや、同区間の寝台特急、北陸で内容不十分な面が目立ったことにより、若者を中心とした金沢、能登半島方面の旅行者に高い人気で、1978年10月2日、ダイヤ改正で、北陸が14景客車に変更して、 内容充実化による客の流動を経て、のとも1982年11月15日大改めで14、軽客車変更による内容充実化で安いまま快適度が向上し、利用客からの好評を博した。国鉄民営化の翌年である1988年度において、1日の平均乗客数は233人であった。しかし、 収遊権の廃止や安価なビジネスホテルの増加、競合交通機関である航空機、羽田と山、小松、夜行高速バス、さらに北越急行北北線開業などで速達化した昼、行列車、上越新幹線と白鷹の乗り継ぎなどに旅客の転移が進むなどの影響により、後期は低迷が続き、乗車率は平均2割以下。 JR 西日本広報部発表であり、1日の平均乗車数は2003年度103人、2008年度183人、2009年度66人まで落ち込み、車両の老朽化の理由で定期列車の運行は2010年3月13日に終了、同年3月19日からは臨時列車として運行が開始された。また、同区間を運行していた。 新大特急、北陸も2010年3月のダイヤ改正で廃止された。臨時列車化された後は、週末や大型連休に合わせて運行していた。2011年は、東北地方太平洋沖地震の影響で一時的に運休し、同年4月下旬に再開したが、運行本数は減少した。そして、2012年3月以降は運行予定が設定されておらず、 現時点では2月24日が運行最終日となっている。ただし JR 東日本は臨時列車であることを理由に取りやめた後でも復活する可能性を示しているため廃止ではなく運行中止扱いとなっている。2015年3月14日の北陸新幹線金沢開業に伴い、直越駅金沢駅間の北陸本線が並行在来線として JR 西日本より 第3セクター鉄道、越後ときめき、鉄道、愛の風と山鉄道、IR 石川鉄道分離されたため、従来のルートで JR 線内だけで当列車を運行することは不可能となった。列車名の、能登は、石川県能登半島全域を指す、旧国名である、能登国にちなんでいる。能登の名称は、戦前からあった東京駅金沢駅間を、東海道本線、 北陸本線を経由して結ぶ夜行列車が、準急列車に昇格した1946年から1968年10月1日のダイヤ改正まで使用されている。この間の1959年9月22日のダイヤ改正より、急行列車に昇格している、東海道本線優等列車遠隔の項目も参照。 ヘッドマークは 489K 時代のパネル型から 485K 変更に伴って字幕式になり、デザインは基本的に従来のものを踏襲しているが、細部が変更されていた。2010年3月13日のダイヤ改正で臨時列車化され、毎週金曜日と土曜日、長期連休、お盆休みや年末年始などに運行されていたが、2011年3月以降は、 三連休中などを除き、土曜日の設定がなくなった。2012年春季において、当列車は設定されず運行中止となっている。上野駅は、廃止前の新大特急、北陸のダイヤを、金沢駅は、定期列車時代の急行、能登のダイヤを、それぞれほぼ踏襲した。当期は、日本海沿岸を走る新越線などの一部区間を、中心に、強風や、 雪害の被害に遭いやすく、それが原因で、定期運行時代も含め運休や遅延が、発生していた。上野駅、大宮駅、熊谷駅、高崎駅、直越駅、糸井川駅、白駅、入善駅、黒部駅、小津駅、滑川駅と山駅、小杉駅、高岡駅、伊劣木駅、津端駅、金沢駅。主に JR 東日本の新潟車両センターに、 所属していた485系電車系1、K2 編成、または T18 編成、国鉄特急色の6両編成が使用されていた。上下とも長岡駅で列車の進行方向が変わった。金沢駅は上野駅長岡駅間は6号車が先頭となり、長岡駅金沢駅間では1号車が先頭であった。系電車で運転されていた際に、 設けられていた自由席の設定とラウンジの連結はなくなり、半室グリーン車とレディースシートを含め全車指定席であった。上下列車とも全区間を JR 西日本の金沢列車区が担当していた。2010年3月大夜改正以前の定期列車時代における運行外況は次の通り。運転開始当初は、スハ43系、客車、 10軽客車、スロー62軽客車を主に使用し、荷物車の巣に41型も連結していた。1982年11月から1993年3月までは、座席車、寝台車を混成した14軽客車で運転され、マニ50軽荷物車も連結し、車両は、金沢運転所、現、金沢総合車両所が担当していたが、 1985年3月に、オグ客区、現、オグ車両センターへ移管されている。1993年3月から2010年3月までは、JR 西日本の金沢総合車両所に所属する489系と急系電車を使用し、同時に、寝台車の連結を終了して全車が座席車となり、寝台特急、北陸との差別化がなされた。 1997年9月30日までは、高崎駅、直江津駅間を、新越本線経由で運行し、直江津駅、金沢駅、福井駅間は逆向きで、横川駅、軽井沢駅間では、上野側に EEF63 型電気機関車を2両連結していた。上野駅、赤羽駅、大宮駅、上尾駅から、桶川駅から、河野須駅、熊谷駅、高崎駅、横川駅 軽井沢駅小諸駅、上田駅中野駅妙男高原駅、荒井駅高田駅、直越津駅、伊井川駅、白駅、入善駅、黒部駅大津駅、な滑川駅、富山駅、小杉駅高岡駅、伊石則駅、津幡駅、金沢駅、松戸駅、小松駅、加賀温泉駅、あわら温泉駅、福井駅。四百八十九系時代の車内チャイムは、乗務員室が、百万国温度、東京温度、 シナノの国、鉄道昇華、オリジナル版、佐藤けさの5曲、グリーン車にある車掌室が、美しき、青きどなう、ペールギュンと朝、格好チャイムの3曲であった。基本的に、始発駅発車後と、終着駅到着前は、鉄道昇華、おはよう放送は、朝、格好チャイムを使用し、それ以外を聴くことができるのは稀であった。4 8 9系 H01 編成が使用される場合は、おはよう放送と、終着駅到着前放送は、オルゴールの鉄道消火が使用された。新潟県中越地震の影響で、普通、暫定ダイヤとなっていたために運休となっていた、のとに代わって、2005年2月11日から3月20日に、北越急行北北線を経由する、のと91.92号が運転された。使用車両は、 定期列車と同じ JR 西日本489系電車だが、北北線経由の運行では、途中駅で運転方向が変わる逆編成区間がないため、JR 西日本管内では通常と逆の編成で運転された。このため、運行開始前と運行終了後に、能登で運用する489系電車を、金沢駅から大阪駅まで改装し、北方貨物線、 大阪駅経由で方向転換を行った。また、車両運用上の都合で、JR 東日本新潟車両センター所属の485、系、電車3000番台給料編成、R1、R2 編成、白高4編成が使用されたこともあった。下記を中心に運転されていた臨時列車。列車番号は8601列車、8602列車、 経路変更後の長岡駅金沢駅間は八千六百十一列車八千六百十二列車で九百九十二年までは能登8 1八二号として運転されていたが九百九十三年以降は臨時急行加賀として運転経路を上越線経由に変更した上で運転された定期能登が通過となった能駅に停車していたほか定期 ノトが電車化された後も客車を使用していたが1998年8月22日の運行を最後に廃止された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。